あなた運がいいんだって。これ結構来てたんですよね。やっぱ中本浩二さんが亡くなったんでほっとこうかと思ったんですけども、あまりに来るんでちょっとやっていこうと思いますね。先生加藤ちゃんが怒ってます。中本浩二の内縁妻の純香さんの感想がお願いしますってことですね。まあ正直ね、中本浩二さんの事故が起こった日からですね、100通ぐらいはマカロンね来てると思うんですけども、いい加減にあまりに来るからね、やってみるかと思いまして。加藤ちゃんはなんで怒ってるんですかね。ちょっとこれニュースになってるんですかね、加藤ちゃんが怒ってる話。加藤ちゃんのでもニュース出ないですよ。なんで怒ってるか皆さん分かります？そのニュースがあんまないですね。叩かれてるのは結構叩かれてるんですけども、結構揉めてるのは揉めてるみたいな、まあ、ここら辺かな。多分加藤ちゃんが怒ってるとしたらこの辺ですかね。はい、これですね。あ、中本浩二さんの遺体の写真撮りまくった、遺体を写メしまくった。あ、それは怒りますよね。なんかもうちょっとイカれてるな。これのことかと思ったんですけど、ちゃうんですかね。この中本浩二妻純香、病室にも愛人疑惑の男を連れ込んでいたということ。あ、これですね、やっぱ加藤茶らが関係者が特別に激高した純香の異常行動だったって、こういうことですね。やっぱこの記事ですね。いつか大事故、記事で紹介した関係者の危惧があまりにも早く現実になって、あの事故の前になんか危惧してたってことですね。中本さんのモンスター妻に加藤茶は詰め寄った、こうなったらお前のせい。あ、加藤ちゃんほんまだいぶ切れてますね。なかなか普通だったら言わないですよね、旦那さんが死んだ奥さんにですね、こういうこと言わないですから、よっぽど切れてますよね。はい、これですね、内縁妻の純香さんが、まあ、これですね、横浜市交差点を歩いて横断中ワゴン車にはねられて、それでね亡くなったんですけども、中本さんが亡くなるまでなら純香は自分の取り巻き連中を次々病院に呼んでいました。その中には純香の愛人ではないかと噂される男もいました。まあちょっともうイカれてますね。あ、これですね、病室で純香意識の中本さんの写真をパシャパシャ撮り、取り巻きたちは自分と中本さんのツーショット写真を撮られていました。なんかちょっとやっぱイカれてる人ですね、その行動がね。まあ、モンスター妻って言われてるぐらいなんで、まあそれはね、加藤ちゃんも高木ブーも駆けつけますよね。ああ、でも加藤ちゃんと高木ブーさんってだいぶ年の差があるんですね。79歳89歳。ああ、まあドリフターズって結構年の差があるこれですね。お前のせいだからとんでもない女だ。ああ、なかなかこれ言わないですよね、普通ね。奥さんに対して加藤がそう怒鳴って詰め寄る場面があった。怒鳴られた純香さんは泣き崩れる感じで高木ブーさんの近くにしゃがみ込んでいました。涙出ては嘘泣きだと思いますが。なるほどね。加藤さんと奥さんの綾菜さんはもともと純香が出て行ったのは釣り仲間の彼氏ができたからないかと強く疑って。あ、そうなんですね。まあこの人たちは近い関係ですからね、いろいろ本当のことを知ってるでしょうね。その僕らはこういうニュースとかですね、メディアで情報を見るだけですけども、加藤さんとかはね、近くにいる人なんで知ってるでしょうね。ちょっとこれ記事が長いんで、まあそういう感じでちょっと、はい、顔を見ていきましょうかね。ちょうどいい画像がありましたね。まあ、あんまりね、正直言うとあれなんですけど、要するに中本さんを前面に押し出してますね。これ後ろ2013年と書いてますけど、4月3日発売。中本浩二さんの、まあ、ネームバリューを利用してもともと売れようとしてたんですかね。で、まあ、面相なんですけど、面相はですね、言いたくはないけど、よろしくはないですよね。自己顕示欲とかですね、承認欲求の塊。あとちょっとね、顔がですね、間違ってたら申し訳ないんですけども、あ、そうそう、ザンギスさんの言うように、人工的というかですね、ナチュラル感がちょっとないですよね。ナチュラル感が薄いんで、ちょっとやっぱこの鼻とかですね、が違和感がすごい感じるんですよね。まあ、とかすごい違和感感じますね。ちょっとナチュラルさ、あとまあやっぱ肝骨とか、まあ、頬骨とかですね、顎とかですね、まあ、そういうのが出すぎなんで、まあ、そこら辺がちょっとおかしいですね。もともとの本来の顔は洗練できないかもしれませんけども、それを抜きにしてもですね、あまりこういい顔をしていないというかね、これね、うん、まあ、この生え際とかも一緒に読み取るってわかるんですけども、まあ見余り言いませんけどね、いわゆる好き者っていう感じで一番見ますね。いい加減っていうか適当というかですね、まあ、低層関連の部分とかですね、が信用が薄いっていう僕の宣伝ですね。で、中本浩二さんはうまいことこう利用されてたっていう言い方悪いですけども、あんまりこう、まあ、信用ですね、例えば自分の奥さんとか自分の彼女として信用が置ける人間かどうかと言われればですね、それはちょっとないなっていう感じがしますね。で、まあ、加藤さんがですね、
ああいう風に声を荒げるってことは、まあ、いろいろ知ってるってことですよね。当たり前ですけども、自分のね、仲間ですよ。仲間の小池さん。仲間の奥さんに、そんなに加藤さんもそこそこいいお年なんで、何か確定事項とかですね、そういう事実を知ってなかったらですね、まあ常識として、その切れるわけないですよね。そこの部分が、やっぱ一番こう、わかりますね。加藤さんがそういう風な行動に出た。なんでそういう風な行動に出たかっていう部分ですね。を見ればよくわかると思います。やっぱネームバリュー狙いだと思いますね。その演歌歌手か何か知りませんけども、一人の力で売れたのかどうか、こういうな風にですね、メディアに出れたかどうかというのはちょっと厳しいので、やっぱまあ仲本工事さんの力もあったんじゃないかとももちろんありますね。信用は僕は一番できないとは思いますね。なんでこんな風に、要するに普通だったらね、旦那さんを亡くした奥さんなので、みんながかわいそうと言われるのが当然のはずですよね。こう世間からは。でもそんな声が出ずにですね、この人が叩かれるっていうのは要するにそれなりの理由があるし、まあ知ってる人、事実を知ってる人がいろいろ言うっていうことだと思いますね。じゃないと普通はね、旦那さん亡くしてかわいそうっていうのが当たり前ですからね。僕もその加藤さんに乗っかるじゃないですけども、まあ加藤さんの方が正しいんではないかと思いますね。じゃないと切れないっすって。加藤ちゃんも言うてもね、いいお年ですから、ちょっとだけよって言ってた時と違いますからね。そんないい年したね、大人が切れることないですよ。そこら辺が全てを物語ってるとは思いますね。まあ文春が今その調べてるっぽいんで、連れてきた男が愛人かどうかですよね。きっちり文春がですね、調べ上げてほしいと思いますね、事実をね。はい、ということで加藤ちゃんが怒ってますってことで、まあ怒って当然じゃないですかね。僕らはメディアの情報とかしか知り得ませんけども、加藤ちゃんはいろいろ事実を知ってるんだと思いますね。はい、ということで匿名希望様ありがとうございます。動画が面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。